次ですね、 J さんですね。第二次成長期は成長ホルモンよりも性ホルモンの方が影響を受けやすいですかってことですね。これでおっしゃっていただいている通りだと思います。第二次成長期ですね、めちゃくちゃ身長が伸びるっていうのは男性ホルモンや女性ホルモンの影響ですので、どちらの方が影響を受けやすいかって質問があれば性ホルモンの方が受けやすいって答えでいいと思います。ただし身長を、ね、効率よく伸ばすときはやはり両方ともしっかりと把握していく必要があると思います。次 F さん、壁に背をつけるとその逆ではどっちの方が高くなるんですか。背をつけた方がいいか、壁に顔を向けた方がいいかっていう意味でしょうかね。これちょっと意味がよくわからないんですけども、それを実際測ってみて計測してみるって表現じゃないでしょうかね。はい、次ですね、1さん、アルギニンの効果はどのくらいありますかってことですね。アルギニンに関して何度もお話ししてる内容なんですけども、アルギニンはアミノ酸の一種って呼ばれるもので、アミノ酸はおそらく体にとってね大事な物質であり、栄養改善によって身長伸びたという歴史を紐解けばある程度摂取っていうのは少しいいのかなっていうのに対して、さらにアルギニンはですね成長ホルモンを分泌を促す物質としても有名になっています。そういったところからアルギニンがいわゆる身長サプリメントとして世の中にですね販売されることはしばしあります。一方で小児内分泌学会なんかっていうのはアルギニンの内服でですね、そんなに成長ホルモンっていうのはですね大量な量を血中から入れないと成長ホルモン分泌されないでしょうと、仮に成長ホルモンが、ね、分泌されたとしても非常に短期的なものであって長期的なものを促すものではないので、そんなに効果はないのではないかというのがね学会の意見になります。その中でねどこまで何を選択するかというのはね各個人の意見になってくるかなというふうに私は思います。はい、次 S さん、現在高3なんですが、まだ一番奥歯の途中から生えてくる歯が完全に生えてきなくて、脇が右が少し生えてるだけです。盤熟ですかってことね。脇毛がデータがあるのでちょっと共有してみましょう。脇毛の場合ですと一応16歳0ヶ月以上で脇毛が生えてくると超盤熟傾向というふうな表現になってくると思うので、このデータだけでいくと盤熟という表現になってくると思います。ただ盤熟か早熟かって結構ね判別が難しいので、レントゲンだったり採血だったりいろんな要素組み合わせて判断していくというのは正しいと思います。次 D さん、中3の終わりらに手首のレントゲンを取ったら骨盤がすごい開いています、まだ身長伸びますかってことで、中3ってことは15歳だとすると骨盤がですね結構ね閉じてくる年齢になってきます。手のレントゲンで16歳0ヶ月ほどの閉じてくるような段階になりますので、そういった意味だとすごく開いているって表現であれば間違いなく盤熟って表現になりますし、まだ身長伸びますかという質問に関してもほぼね間違いなく伸びるでしょうというような形になってくると思います。どれくらい伸びるかって、こちらまた成長シートね欲しい人はLINE ください。15歳0ヶ月の日本人の平均身長ってのは男の子であれば 168.0cm になりますので、18歳まではですね 3cm 程度伸びることが期待されます。それに対して例えばですけど、まあ、1年分盤熟だとすれば14歳0ヶ月からであれば最終身長まで 8cm 伸びる時期になりますので、そういった意味でかなり伸びることが期待されるということがお伝えできるのではないでしょうか。次ですね、 A さん質問です。正座をすると身長伸びなくなるという噂は本当ですか、また身長にいい座り方は何ですかってことですね。でまず最初に言えることは、正座をして身長が伸びなくなるというのは嘘でいいと思いますね。なんでかって言ったら正座している人の中めちゃくちゃいっぱいいると思うんだけど、皆さん身長伸びてますね。だからこれ嘘ですね。ただしどんな座り方がいいかという質問を受ければ正座は私は勧めません。でなんでかっていうと、こういうふうにね迷った場合は過去の歴史を紐解くわけですね。歴史を紐解いた時に、まあ、正座をする文化というより日本の文化だったりだとか、どっちかというとアジア圏の文化になってきます。それに対して、まあ、ヨーロッパやアメリカっていうのは椅子で生活するわけですね。そういった時にね、どっちの身長が高いかってところを考えると、そこだけね、比較するのおかしいんですけども、椅子で生活した方がいいんじゃないっていうのは表現がね、正しいと思います。この70年間ね、日本人の平均身長がね、10センチ伸びたのは、もしかしたらこういったね、正座文化が減ってきて、椅子文化になってきたっていうのも、一因になってるかもしれません。はい、次ですね、T さんですね、高校1年生までに178いけば、将来180くらいはいけそうかな、頑張るぞということで、ね、その通りですね、高校1年生が約2センチ程度の身長の伸びが期待できますので、180センチ目指している人であれば、16歳0ヶ月に178をね、目指すのが一つになってくると思います。次 N さん、現在身長が155センチの男ですが、中学2年生から19歳で身長1センチも変化していません、これから伸びる見込みはあるのでしょうかということですね。中学校2年生って言うと、仮に14歳だとして、14歳から19歳で身長1センチも変化していないということなんですけども、もし仮にそれが本当だとすれば、なかなかねそこからの身長伸びるという期待値は少し低いようにも思いますけど、いかがでしょうか。はい、次ですね、 R さん、自分は中3で178センチなのですが、突然身長が当然伸びなくなりました、まだ伸びる方法ありますかってことなんですけども、確かに中学校3年生ってなかなかね身長伸び率落ちてくる時期になるので、こういうふうにね思うのも仕方ないかなと思うんだけど、まずそれが平均的な伸び率と比べて低くなってるのかどうかをチェックする必要があります。それは成長シートを使えばすぐ分かりますので、使ってみてそれが普通なのであれば、それも普通って表現になりますね。どうやって伸びるかってところに関してはどの年齢でもやはり同じで、睡眠運動食事、この3点をしっかりと気をつけていただいてやっていくと
といいと思います。次ですね、 R さんで、これで今日ね最後にしようかな。父165cm、母158cm です。自分小1 163cm、 これ170cm いける可能性はありますが、ちなみに去年から 6cm ぐらい伸びました。これも本当にね、もう答えたい気持ちでいっぱいなんだけど、こういった質問ね、何歳何ヶ月何センチかね、もうそれで記載するにお願いします。今日はここまでにしましょう。今後も身長に関することね、バシッバシッ配信していきますので、皆さんね、身長伸ばしたい方ね、チャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバイ。ボタン数を見る以外に身長が伸びるか判断できるものはありますか？怪我などで運動していない期間があると身長伸びが悪くなりますか？日光を浴びる時間が長いほど身長が伸びるんですか？